昨日の検査で30名の陽性者が確認されています、陽性が確認された方に心からお見舞い申し上げます30名の内訳は、既存11事例で21名、うち繁華街クラスターは9名なんですけれども、4名、このうちの4名は一旦陰性が出て、自宅待機中に発症して陽性になったというケースも含まれています。 えそしてその他に新規求事例で９名でございます。えまたあ三十名の中には昨日の会見で速報的にお伝えした昨日分の臨時 ＰＣＲ 検査センターで確認された陽性の方２名えこれこの方が含まれています。えちょっとあのそういう意味では。 集計の仕方を皆さんお気を付けいただきたいいと思います昨日だから、それを入れると昨日1日で33の発表でしたが、35になってますし、今日今日はまたちょっとそれを、まあ、この30からどうするかっていうのは、ちょっとご判断いただきたいと思います。えーまあ、今後、保健所の調査が進んで、つ、え、な、ー、がりが見えた場合は、これまで同様、新規の中には、既存事例、 また、既存の中でも統合される案件は出てまいりますので、その点は申し添えさせていただきます。また、後ほど詳細説明しますが、衛生環境研究所の変異株検査では、10件の変異株の陽性が確認されています。え今日はまず3点、臨時 PCR 検査センター2日目の状況。 それから時短要請の開始と新年度4月1日に入りましたので改めての注意事項そして昨日の検査結果についてお知らせいたしますまず臨時 PCR 検査センターの運営状況でございますが初日は163名でございましたが2日目も113名100名を超える検査を受けていただいておりますで、えー 初日は163名中2名の陽性が確認され昨日の113名では1名の陽性が確認されましたきょうのプレこの1名についてはプレスリリースに含まれていません、えー、臨時営養検査センターの第1弾はあと3日間ございますが、えーまあ、あのお受付から検体採取までの時間は 5分程度で終わっております時間はかからないので、ご自身の健康のためにも、そしてこの繁華街の状況、全体状況を把握するためにも、ぜひ飲食店、対象の飲食店の従業員の方で、無症状の方は積極的に検査を受けていただきますようお願いいたします。現在のところ総計件件中3件 陽性率は1と低いいい水準が続いています、えー、まだまだ2日終わったばかりですから、この段階で、交互だという確定までには至る判断ができません。これから増える可能性もありますし、少なくとも2日間の段階での話でございます。えーまあ、あの特にですね、えー この19時以降は、き、まあ、昨日の状況、と次の状況を見ますと、特に待つことのなく検査ができると、この人数でもできてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また、本日0時から、松山市内の繁華街のエリアを限定して、営業時間の短縮が、要請がスタートいたしました。まあ、あの本当に大多数のお店はですね、 えー、しっかりとした感染、えー、対策を取っていただいてます、えー、そういう中で実施せざるをえない状況、大変心苦しく思っておりますが、えーまあ、あの対象となる検査やっていただいている結果、先ほどだあのお言いましたけれども、もし仮に、あ陰性出た、大丈夫だとは思わないでください。えー、一,体一旦陰性が出ててても数日経って発症して 陽性になる可能、あの陽性に転じるっていうことも、もう今までの事例で何度もおお伝えてきた通りであります。えー、まあ、先ほどもあの現繁華街のクラスターで一旦陰性の方が陽性になったというお話もしましたが、そういうことで陰性が出たから感染しない大丈夫だとは決して思わないでいただきたいと思います。えー、まあ、そういう意味ではですね、えー、繁華街のお安心 を得るためにまた信頼を得るために、えー、我慢のしどころだと思いますので、えー、たとえ陰性が出たとしてもそれをもって、えー、もう大丈夫だって思わずに店を開けるなんてことはせずに時短要請、えー、やってください、えー、みんなが見てます、えー、ぜひ協力をいただきたいと思います、えーまあ、あの県民の皆さんもですね こういう状況ですので、21時以降はお店の利用ができない状況になりますけれども、ご理解をいただきたいと思います。そして、特に本日4月1日から新しい年度となり、社会人になる方、人事異動で新たな職場で働く方も多いと思います。ただし新し新いメンバーで、まあ あお酒でも飲みながら渾身を図るという状況では今まないということでしばらくはま大人数になるような長時間になるようなそうした会は見合わせていただきたいと思います今日だけは自分たちだけは特別というところにコロナが付け込んできますそのリスクが現在愛媛県はあるということで 特に松山市、気をつけていただきたいと思います関西感染が急拡大している関西圏などでは若い世代の感染が顕著であると報道されています大学での新館コンパ、新入社員の集いを含め大人数での会食はくれぐれも控えていただきたいと思いますまた以前お伝えしましたけれども昼カラオケでの感染拡大が 全国で続いていてます、えーまあ、あの飲み会だけでなく、マスクを外して大声で、えーまあ、集うような場所、これはあの一人一人があ、それはリスクが高いと認識していただきまして、えー、避けていただきますよう、気をつけていただください。なお、昨日もお伝えしましたが、えー、県の関係で言いますと、えー、新たな職場での歓迎会は、 特別警戒期間中は見合わせる、そしてプライベートの会食は5人未満、時間を限ってお店の感染対策を確認する、毎日顔を合わせているメンバーで行う、体調の悪い人間は参加させない、しない、これを徹底するよう周知しています、そして本日、新規採用職員にもこの旨を伝えました。 守るのがまず今日から始まる県庁生活、えー、義務であるというふうなことで伝えておりますまあ、県内の企業の皆さんも参考にしていただけたらというふうに思います、えー、次に昨日の検査結果でございますまず陽性者30名の概要でございますが、えー 20代、30代の感染が続いていますけれども、ご覧のとおり、家庭内感染の影響が出てきているのか、えーまあ、あのこうした60代等々、幅広い層に広がっています、えー、1週間前と比較すると、傾向が明らかに変化しておりますが、明日まとめてデータ分析、説明をさせていただこうと思っています。えー 特にこの60代の増加が懸念されてますまた男性女性はこうした状況ですそれからまだ今のところ松山市が大半を占めております昨日までと同様にポツポツでありますが松山市以外でも確認がございますなお急速に拡大が広がって 業務が多忙を極めて、手一杯になりつつあるということで、松山市保健所からもヘルプの要請が来ましたんで、昨日から県立医療技術大学より保健師を派遣していただきました、松山市保健所に保健師を派遣していただいています。がが家庭内が11名と 二次感染あるいは三次感染とみられる方の確認が増加しております重症化リスクの高い高齢者施設等に広がらないようにすることが非常に重要ですので感染回避行動のさらなる徹底をお願いします職業ですが医療関係が1名福祉関係が2名確認されておりますがこれまで同様このお勤めになっている機関と連携して えー、速やかなる対応、えー、そして自主検査も並行してどんどん行われております、この段階では、医療施設、福祉施設から、えー、感染が広がった、確認があったとっいう報告は、えー、出てきておりません、えー、しっかりと初動段階で踏ん張っていただいているような状況でございます。えー、入隊員の状況でありますが 医療機関に入院されている方は昨日と変わりません、重症化された方もゼロ、幸いなことにゼロが続いています、宿泊療養施設は、準備が整った方からお入りいただいています、5名増えて53名、自宅療養は23名増えて、医師の判断での方、入院調整の方も含めて204名でございます。 隊員になった方は2名、えー、増えて、えー、1056名なんですが、えー、この,おお 2, 名の 2, 名2名は、えー、昨日申し上げましたけれども、変異株クラスター,あー関係者を含めた、えー、あごめんなさいあの、繁華街クラスター、この大きな繁華街クラスターの変異株う事例、えー、この方々の中で、えー、2度、陰性が確認されて、 えー、まあ,あ、回復されたという方が含まれています。えーまあ、そういう第最初の方が出てきたということは、ご報告をさせていただきます。えー、そして、えー、昨日は、えー、こちらですね、行政検査は、えー、169件と、 この他にですに、ね、臨時の PCR センターでの検査が163件ありましたので、行政検査だけで344件実施されています、そしてこの他にかかりつけの先生が行っている抗原検査、この状況ですから、先週よりも多分大幅に増えているんじゃないかなと、先週は1日平均150件程度でしたけれども、200件、300件と。 増えていますので昨日かなり多くの検査が実施されておりまして、その中で30件の陽性が確認されています。でこの30件のうち14件が、民間かかりつけの先生からの報告のあった陽性確認でございます。えー、次に事例ごとの状況ですが、えー、封じ込めた事例についても囲い込む、囲い込んだ事例についても変更はございません。 囲い込みで健康観察を行っているのが、今もご事例ございます。次に、対処中、調査中の事例ですが、まず337、松山市の繁華街クラスターですが、昨日は濃厚接触者のうち、検査のうち9名の陽性が確認されました、これによって、この事例の陽性者数は192名となります。 従業員、利用者等で147名、店以外のもの45名、従業員、利用者が3名増えています、店以外の方が4 6名増えているという状況でございます。で、繁華街クラスターに関する検査は、えー、協力医療機関での陰性となった検査数、それから臨時の PCR 検査センターでの検査数を 除いいてても1000件を超える検査数となっていま,す、えー、まあ、その一方で、連日、家庭内による2次感染などによる店以外の方の陽性が、えー、さっきも今申し上げたように確認されています、えー、そして一度、検査して陰性であった方、濃厚接触者として自宅待機してますから、ここから感染広がる心配はないんですけども、その中で症状が出て再検査で陽性になった方が、今回は4名。 この9名のうち4名がそういった方、そういった確認でございます。関係者の特定と自宅待機の要請による隔離、隔離も進んでいる状況にあることはお分かりいただけると思います。引き続き囲い込みに向けて全力を尽くしてまいります。次に339事例目でございます。松山市保健所。昨日公表した職場内クラスターの事例でありますが。 昨日は2人検査し、1名の陽性が確認されました、き、まあ、昨日の段階でもうすでに最終段階に入っているというふうなことでございます。この結果、この339事例目の陽性者は8名、職場の方が7名、職場以外の方が1名でございます。もうあとわずかで囲い込める状況に行くんではないかというふうな報告が、保健所の方から入っております。 次に344事例目でございますが、これまで3名が陽性であった373事例目は、保健所の調査が進む中で、こちらの344事例と関連が見えました、そこで373事例目を結番とし、こちらの方に統合を今日からいたします。またこれは これらの一連の事例の中で、昨日は2名の陽性が確認されました。この結果、この344統合後、クラスターの、職場内クラスターの陽性者は19名となります。発生店舗の従業員等が9名、その他の店舗の、ここもつながっているんですね、その他の店舗の従業員の方が8名、それ以外のもの、 方が2名なお、あのこの中でですねつながってはいるんですが、1箇所だけ5名以上のクラスターが発生したのは1店舗だけでございます、その他の店舗ではもう数名、1名、2名、クラスターは発生しておりません、引き続き事業所の全面的な協力のもと調査、検査を進めて、囲い込み、封じ込みに向けて頑張ります。 先日もご説明しましたが、保健所の調査では、利用客と従業員が共有する空間がなく、一般の方々が足を踏み入れない作業スペースや、休憩場などのバックヤード、こちらの接触が感染の原因と考えられます。 店舗を利用した一般の方々に感染が広がる可能性は、保健所の判断で極めて低いと考えておりますので、落ち着いて受け止めてください。また、これらクラスター以外でも、ここから357事例目から、1、2、3、4、5、6、7、8事例、こちらの方で陽性が確認されていますが、それぞれ1名か2名の 陽性で追いかけられておりますそういう意味でこの事例それぞれの事例から感染が拡大するという確認は今のところ見えておりませんそこをご報告させていただきますなお377事例目は1名増えて5名となりましたがこれはあの接触が確認された場面が あ異なっておりますので、5名ですけれども、クラスター認定とはなっておりませんので、引き続き、いずれにしても調査を進めてまいります。その他は、まあ、こちらに6事例も検査が29件、行政検査も行われていますが、全,全部陰性が確認されているところでございます。で新規事例は9事例はで9件9名 陽性が確認されましたがまこれも同様に調査が進めば他の事例と関連が見えてきて統合する可能性のあるものが含まれておりますことを申し添えさせていただきます次に変異株でありますが昨日は14件実施し10件の陽性が確認されました今回変異株陽性が確認判明した事例はすでに 変異株が確認された377という繁華街クラスターの中で1名、あとは、ここの青で、えー、記されているこの5つの事例ですね、この青マークの5つの事例で、新たに変異株があ、まあ、判別されたということでございます。えー、このほか、こちらの新規の中でも、すでに3事例、変異株の陽性が確認されています。 これを見るとです、ね、やはりこの従来株から変異株に置き換わりつつある傾向が強くなっているということ、そしてまた、こうした相関関係を見ると、やはり繁華街クラスター関連から二次感染、三次感染というふうな傾向が読み取れるということは、皆さんもお分かりいただけるのではなかろうかというふうに思います。 えー、まあ本件は事実の事実上の緊急事態宣言下にあります。連日まあ2桁の陽性確認、10日連続続いております。この10日間で308名の陽性者が確認されています。えー、まあ、繰り返しお伝えしますけども、もうこちらです、えー。正しく恐れる。この状況でももう何度言っても不安を煽るような無責任な投稿。 そういったものを情報発信を続ける人は若干ですけども、一部にいらっしゃいます、決して踊らされないように、惑わされないように、正しく恐れてください、そして変異株、感染力が強いということを認識していただき、その他は従来株とそうは大きく変わらないということで対処をしていただくということ、そしてその対処方法は感染回避行動、この徹底にあると。現在のこのこ 繁華街の状況、これがどうなっていくか分かりませんけれども、もしこうした若干の要請で終わっていくならば、そう大きく広がっていないということになると思いますし、そういう意味では、元の繁華街クラスターから変異株というものを確認されてますから、この2次感染、3次感染が中心となっている傾向が出てくる、そうなると、こうした事例を一人一人が感染回復行動を取ることによって、 他の自治体への感染拡大も今の段階だったら抑えられます、そして松山市内においても、一つ一つ一つ,一つ,一つ,一つを囲い込んで、丁寧に対処していけば、必ず乗り越えられるとで、そのためにも皆さんの協力が必要で、今日からの特に繁華街の対象となるお店の時短要請、これはあ強制力はない、罰則はありませんけれども、 これはもう地域で商売していく、これからもやっていかれると思います、ですからここは経営者の皆さん、しっかり考えて、地域のためにも、お店のためにも、ご自身のためにも、従業員さんのためにも、お客さんのためにも、時短要請しっかりと守って実践してくださいいいぜひよろしししくおお願願まますすす以上でのの発表事項に質問のある者お願いしますはい。 読売新聞です。はい、あのまん延防止等重点措置の適用するかどうかについて、ですね、はいはい、政府の方から愛媛県の方に問いかけはあったでしょうか。ないですねあ、あった、あった、あった、ごめんなさい、僕のところ報告なかったんで、すみませんああの、まん延防止はですね、やっぱり状況というものを十分に考えて、国が判断したり、こちらから要請したりということになると思いますけれども。あの そう今、愛媛県がやっていることと大きく変わること、あの実施するべきことについては、時短要請とか、えー、まあ検査の要請とか、そういうことですから、変わらないんですね、何が違うかっていうと、そこに強制力、命令になります、要請から命令になるという点、そしてまた、それに従わなかった場合は、まあ、過料というペナルティが実施される点。 でございますでこれはあの政権権を強化するということでありますからの、対象となる皆さんからしても嫌だと思いますし、我々としてもそういうことはできるだけやりたくないです、だから先ほど、時短要請についてもお、守っていただきたいということを強くお願いしてます、今日から始まりますから、でもこれが誰も守られないということになったら、 これはまたあのいろんな条件が変わってくるということになりますので、今、その命令とかいうことをやるまでもなく、力を合わせれば乗り越えられる状況ですから、ぜひそこを分かっていただきたいと思いますし、先ほど申し上げたように、対象となる繁華街の安全と、それから信頼を得るために、 地域のその地域の皆さんにとっても、正念場、分かれ道だというふうな状況にあるということで、ぜひ皆さん、声を掛け合って、えーまあ、時短要請で期限も結果が出ればですね短くできるということもありますんで、頑張っていただきたいというふうに思います。 まずは、はい、あの今日から始まる時短要請の効果等を見極めて、はいうん、今後の感染状況を見極めての検討になるということです、ね、そうですね、感染状況ももちろんあのどうなるかっていう問題もありますから、まあ、もう一点あの、緊急事態宣言と違うのが、えー、エリアの限定っていうのが可能になるということですね、緊急事態宣言の場合は都道府県単位ですけれども、場合によっては市単位とか、そういったエリア指定ができるというのも、えー、まん延防止の措置の特色になっています。 愛媛新聞ですが、はい、確認ですが、国の方からはどのような形、どのような意味の問い合わせがあったということなんでしょうかごめんなさい、これはちょっと私、わからない愛媛県からあ、まん延防止等重点措置の適用を国に求めるかというような問い合わせがありまして、えー、こちらから積極的に求める段階ではないということを回答しております、えっと、問い合わせがあったのはいつになるんでしょうか、えっと昨日ですかね。で昨日 え、毎日そういったやり取りはしております。あの昨日の会見でも申し上げました。現場にはですね、えー、これこれ以上の対策対策 国のさらなる、まあ、資機材や人的な派遣も含めて必要な場合はすぐに行ってほしいというふうに投げてます、でそこから上がってきたら私がすぐ交渉しますんで、その体制の下で現在、現場はあの、まあ、このまん延防止措置でも同じことをやる、例えば今、臨時の PCR 検査センターの設立にせよ、それから時短要請にせよ、もうそれを適用するまでもなく、実施にどんどん移してますんで。 この段階でそこまでの必要性はないというふうな判断が現場にはあったと思います。はいはい クラスターの関係なんですけれども、はい、えと昨日までのま知事のお話の中では、2、はいま、二次感染が、ま、続いているというようなお話もありましたが、うん、今日あの先ほど3次感染のというお話ありました、3、うん、次感染、は今ど、どれぐらいの規模で発生しているような状況なんでしょうか。3次感染と明確に把握しているものは、今のところ。 ないんですけれどもやはり夜の繁華街を利用したというこの繁華街クラスターに端を発して広がったと考えられる、まあ、別事例と整理しているものその別事例として整理しているものの中であの家庭内感染が多数発生しておりますのでそういったことを踏まえるとあの三次感染も繁華街クラスターからの三次感染というのもある程度広がっているのだろうという評価ですテレビ愛媛ですが。県の 現在の対策というのが、まあ、繁華街クラスターを抑えるための時短要請、これも松山市中心に,、はい、になっていると思うんですけど、まあ、他の市町でも散発的に感染が確認されている中で、他の市町の住民や事業者に対しての県としての呼びかけというのは、今はですねあのもちろんあの理想論で言えば、何回何でもできる、何でも検査も含めてですねやるというのは理想論かもしれませんが、いろんなマイナス点もあるんですね。例えば人的資源 財源源的な資源その状況がどうなのかあるいは何、えーまあ、て言うんですかね何て言ったらいいかな。う どん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 広げることによって、宿泊施設、医療現場の状況もありますし、やっぱりそこには全体像を考えた中で、限られた条件のもとに何をやるかを考えざるを得ないというのはあります、で今、その中では、専門家の先生方の意見も聞きながら、今ここでできる手立てっていうのは全部打ててるかなという状況ですね、はい、何か予防的に、えー、こういうふうに呼びかけたいとか。ん 予防的に、えー、こういうことを呼びかけたい、こういうことを遵守してもらいたいということ、はい、そうですねあの、感染回避行動プラス、それからちょっとでも異変、体調具合が悪いというときは休、もうここが一番大事なんですけど、休んで、えー、そして、えー、かかりつけの先生に受診していただくと、これを徹底していただけたら、あ感染を抑えることはできるというふうなことです。 各社さん、他に質問よろしいでしょうか。では、会見これで終わります。はい、どうもありがとうございました。